僕ら談義は劇団。野中道子は役者。で、やらせていただきます。はい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 。ね。大丈夫か。大丈夫。大丈夫。大丈夫。久しぶりだね。はい。私、メインパーソナリティを務めさせていただきます。ちょっとね、さらに、よかったよ。大丈夫。大丈夫。沖野浩二と申します。はい。ありがとうございます。一ヶ月前、いろんなことを、しているお客様、こうして元気に僕は、戻ってきましたので、これからもよろしくお願いいたします。お願いします。やったー、はい、やったー。はい、そして同じくメインパーソナリティの野中道子でございまーす。はい、どうも。みっちゃん、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 みっちゃん。私はですね、この番組のことを、大抵のこと知ってますので、はい、偉そうに進行させていただきますので、どうぞ優しい目で見守ってください。はい、そして、しこしてですね、外側から、何ですか、沖野くん、その顔は。何ですか、その顔は。調子が悪そう。急にね、のっけから冷たい目線で見るのはやめてもらっていいですか。はい。私、いろいろこうして、外からちゃちゃ入れていきますんで、はい。きちん、なんかね、企画とかもいろいろ言いながら。大丈夫、大丈夫。何言ってるか分かんない。ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、普段ならメインパーソナリティ、もう一人、大賀拓也というね、僕ら談義の役者さんがいるんですけども、本日はですね、ほんま、そうなんですね。ということで、拓也がいない。これ舞台に出てるんですね。今。そうだね、フリーで舞台に立ったということなので、本日はちょっとお休みさせていただきまーす。はい、そしてこの番組はですね、毎月ピックアップメンバーとして僕ら談義から、月替わりのメンバーをお送りしております。本日のメンバーは、内田智弘、竹花久美、竹石五郎に来ていただきましょう。お願いします。竹原さんですよ。分かりづらいわ。分かりづらい。もう何、後ろの黒と服の黒がかぶっちゃって顔しか見えない。顔しか分かんない。野中さんね、今日番組始まるまで内田くんの下の名前が分からなかった。そう、失礼しちゃうわ。いやいや、もうね、僕らの内田さん下の名前なんて読むんですかみたいなこと。そうそう、久保田さんとの幸せのね、変わりすぎやろ。おい、いくら何年もよ。今私の名前のくだりやったよ。勝手にやって。だから僕さっきね、打ち合わせしてる場でね、もうまことしやかにね、トモフトだよという話。トモフトだって普通のテンションで言うの。普通のテンションで言って、嘘でしょって笑って、もいやいや、トモフトだから。逆に何回出てんの、僕ら談義みたいなこと。僕それをもうずっとスタジオまで嘘だっていうことなく、ここまで来て、ここでバレるはずだったんですよね。野中さんが名前を言ってバレるはずだったのに、マイクチェックでバレちゃって。そうそう。内田君が自分の名前言ったからね。めっちゃでっかく、ともひろって書いてある。ともひろは消されてんだよ。それまでともひろって書いてある。もう覚えた、もう覚えた。はい。はい、本日素敵なゲスト様に来ていただいております。はい、じゃあ沖野さん、紹介よろしくお願いします。堀越典さん、木本祐樹さん、松井くん平くん、はい、僕ら何に呼ばれないと思う。お疲れ。はい、せっかくなので、一言ずつ。なんでこれで。はい、どうもこんばんは、木本祐樹です。よろしくお願いします。お願いします。キーボー。はい、こんばんは、堀越典です。よろしくお願いします。お
んばんは、松井くんべ、おい大事な名前言うとこでしょ。ちゃんと自分、急に喋るからびっくりしちゃう。僕の名前言わせてください、ちゃんと。松井くんべです。よろしくお願いします。ね、はい、お三方は、今度のね、僕ら談義の5月末にある公演に、ゲストとして、はい、ゲスト様として出演していただくということで、今日も来ていただいてます。すごい。後ほどね、舞台の告知なんかもゆっくりしていただきたいと思いますが。はい、はい、というわけで、じゃあちょっと番組の説明をね、そうですね、はい、させていただきます。この番組は僕ら .tv 民放への道ということで、21時から22時までの1時間の生放送番組となっております。はい、Ustream プラスニコニコ生放送での配信を行っております。そちらの方はですね、見ていただいたお客様へのコメントを入れていただければ、はい、こちらで読み上げることができます。それでね、ぜひコメントして参加もしていただきたいと思っております、はい、そしてスタジオにはですね、若干お金はかかりますけども、はい、スタジオ生観覧ができるということで、本日もたくさんのお客様に来ていただきたいと思います。はい、放送終了後30分間の交流タイムを設けております、はいはい、そんな素敵なね、特典も満載となっておりますので、はい、ぜひスタジオの方へ遊びに来ていただいてね。なってた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 。早速ちょっとコメントが来てるんで、ちょっとだけ読みます、ね、おかえり、おきのくんって言われてますよ。ありがとうございます。ただいまー、ただいまー、ただいまー。以上です。はい、ね、まあ、ぜひね、ネットの方からでもどんどん参加してほしいですね。はい。あと、堀越さんね、今回舞台出演していただくということで、今なんか稽古なんかもだんだん始まってますけど、堀越さん。堀越さんですよ。今休憩してたもんね。お帰りがすごい流れてたから、本当にお帰りだけ流れてたの。本当にそれだけだったっていう。どうですか、僕ら談義の雰囲気というか、だんだん始まってみて。あ、ものすごく仲いいなぁ。本当仲いいなっていうのが初回のイメージで。そうですね。木本さんはね、僕らだけ2回目ということで、このテレビは初めて出てくださってますけど、今日はね、どんな気持ちでここに。あ、今日のお持ちです。どんな質問してんだよ。今日はとても大事な番組収録のため、はい、おニューの服着てきました。うわーすごい、マジ。収録じゃなくてね、公開生放送。あ、間違えた。生放送。生放送ですよ。生放送でお送りします。はい。はい。そのまま届いちゃうんでね。以上、ゲスト様のお話をお伺いしたので、じゃあ。ちょっと待ってください。毎回こう、もう存在に扱うよ。もうそろそろ慣れましたよ、もう難しい。いや、じゃあ、くんぺい、くんぺい、なんか喋んなよ。喋んなよ、10、9、8、7、5、4、3、2、1、終わり。はい。はい、じゃあ、というわけでね。本当に、本当に強いじゃないですか。村上さん、V、ね。そうなんですよ。今日はどうですか？そうなんです。前回ね、V ね、ちょっと流せなくて、ちょっとね、ほんと大変ね、失礼なことしてしまったんですけども、今回はきちんと、V の方を持ってきましたので。よっしゃ、前回流れるはず。前回流れるはずだった V なので、今回のこの面々よりは、前回の方が、面々出てた人が多いんですけど。ちなみにね、VTR の出演者が、前回発表したと思うんですけども、大賀拓也さん本日欠席、糸永徹さん本日はいない、マリンさん本日もいない、そして竹原の久美さんにね、出ていただいております。そうですね。唯一。竹原しょってるよ。竹原しょってる。しょってる？しょってください。背負ってるから。重荷を背負って。そうだね。代表だからね。はい。で、今回から新企画がスタート。そうですね、新企画がスタートするので。早速ではございますが、VTR の方を皆さんに見ていただきたいと思いますので、沖野さん、VTR で。何も知らねえから何にしようかな。新企画、スタート。早く行って。うっそやー。マジで？皆さんおはようございます。本日はね、僕ら .tv のロケということで、まあ見ての通りですけどね、ドラカさんね、こっちにいますね。まあ我々はね、企画人ですからね、ドラカさんね。私もこっち側に。ということでね、本日はね、糸永徹君。はい、僕ら番組メンバーも、ロケ初めてですよね。もっと声入らないとね、絶対入らないから。あ、本当？あ、確かに。はい、初めてちょっとドキドキしたので、よろしくお願いいたします。後ろから竹原久美さん。イエーイ！
そして大賀隆之君。上木仁です。初ロケですよ。そうだよ。初ロケです。実力は問われますから、実力だから、あれだよ、その上木仁ですっていうのさっきからバカみたいに言ってるやつを。ダンミスです。今日はね、ゲストさんにも来ていただいております。マーリンさんですね。マーリンです。マーリンだ。はい、皆さんね、まあ、持ってるやつでわかると思いますけど、はい、今日ここはどこにいますでしょうか。マクドナルド。まあ、なぜマクドナルドにいるかというところなんですけれども、本日の企画ですね。はい、一体どんなことをやるのかと。前回まで、ね、2月まで僕ら .tv で放送してたロケは皆さんよくご存知だと思うんですけど、はい、24時間同じ場所、てか24時間営業の店に24時間ただただいるという、はい、あの企画を罰ゲーム組がやっておりましたね、はい、あの企画はですね、僕ね、やっぱり後から見返してみてもちょっと悔しさが残ったわけですよ。なんでなんかね、ちょっと中途半端だったなと。何が中途半端かって、24時間営業の店に24時間ただただいるっていう企画なのにもかかわらずね、野中さんね。そう。はい。ね、にもかかわらず、ね、一番長くいた場所でですよ、アプロ塩に6時間。全然24時間ただただいてないじゃないかと。結構移動してるんですよ。うん。はい、ということでね、今日なんですけれども、まあ、マリンさんがね、次のお仕事の都合もあるということですので、ね、まあ、ちょっとこの時間設定はしょうがないかなと思うんですけど、現在10時20分でございます、はい、朝10時20分。今日これからね、まあ、マリンさんのお仕事の次の都合が、まあ、あるのを考えると大体まあ8時間ぐらいはあるかなと、このマクドナルドにですね、野中さんじゃあ出しちゃいましょうか、フリップを出してください。ドン、8時間同じ場所にただただいる。じゃじゃーん。長いな、長いな。ハッピーゴールデンボックス。楽しむんじゃなかったの？まあ、皆さんもね、ただただ、ただただいるだけじゃちょっと退屈だろうと。少しゲームでもした方がいいんじゃないかななんて思いまして、僕がこのランダムにね、くじ引きをね、引きますから、お願いします、はい、出てきたゲームをね、やっていただきますよ。じゃあこれにしましょう、はい、もう早速ですか。じゃあどうします、誰開きますか、誰開きますか。じゃあ、はい、マリさんが、なんだろうか、ダーラン、ダーラン、ダー山手線ゲーム。山手線ゲーム。普段乗ってるじゃない山手線。山手線ゲームというのが出たので、僕いくつかゲームによりけりでお題を考えてきてますので。はい。もう仕事ができるね。はい。ね。はい、山手線ゲームの場合はですね、はい、こちらですね、今会いたい有名人の名前。これね、罰だった人罰ゲームもきっとありますからね。じゃあ、じゃんけんで決めましょうか、誰からいくか。はい、最初はグー。じゃんけん。よし。じゃあ糸永君から時計回りということにしましょうか。はい、じゃあ糸永君、はい、じゃあ行きまーす。イソナのコールから始まる。ちょっとうるさい。場所考えて。場所、はい、もう一回。イソナのコールから始まる。山手線ゲームは。イエーイ。阿部寛。水原希子。マリさん。山口。もう一人。今日。松田龍平。ノモさん。ちょっと待って、おかしい、おかしい。ノモさんってノモヒデってどういうことだろう。ノモさんって誰だよ。ノモさんって誰だよ。ノモさんって誰。ノモさんって誰だ。でも私の頭の中では今野村監督が出てて。ノモさん。じゃあ罰ゲームとして、ね、野村監督のモノマネをしてください。じゃあ野村監督のモノマネまで3、2、1。そっちやろう。聞いてないよ。今喋ってないけど聞いてない。はい、では次のゲームいきます。大滑りやないか。やだやだやだ。じゃあこれだな。はい、
え、誰開きますか。またマリーさん開きますか。ね、フラッグなマリーさん。じゃあこれだな。はい。誰開きますか。またマリーさん開きますか。誰開きますか。またマリーさん開きますか。誰開きますか。またマリーさん開きますか。存在な扱い受けてる。最初の流れが悪かった。はい。はい、しりとりです。私しりとり強いよ。まあ、とりあえずしりとりのルールは何でしたっけ。じゃあ糸の書くから、まあ、基本運がついちゃいけない。運がついちゃいけない、はい、そして、まあ、基本的にしりを取る。そうそうそう、しりを取る、はい、ね、はい、ということで、しりとりのお題はですね、関東近郊の駅の名前。ではじゃんけんで負けた人からいきましょうか。はい、最初はグーじゃんけんぽん。じゃあオーガくんから。それでは僕ら .tv ということで、イからいきましょうかね。イからまいりましょう。はい、ではどうぞ。飯田橋、はい、はい、では時計回りに行きます。竹山さん、はい、あ、最後か。下赤塚。じゃあいただきます。はい、かまた、はい、マリさん、たまち、たまち、ありますね、山梨市。関東近郊ですね。関東近郊、行くぜ。あるある関東近郊だもん。地下鉄になります。竹橋。じゃあね、大体2周したところぐらいで、ね、もういいかな、とりあえずね。あのさ、僕ら .tv ではなくてね、僕ら字の方で最近やってた企画知ってますか。あのなんか、しりとり。なんだって、竹山さん。食べ物、しりとり。どんなやつだった。聞いてないんですよ。聞いてないのか。しりとりで揚げた食べ物を沖野、添田、内田、福丸が食べていくというあれです。あの写真前のやつ、まあ、それをやってたからね。いきなりしりとりって言ったら皆さんちょっと警戒するかなと思って、ちょっと嘘の企画だったんですけど、はい、本当の企画をちょっと発表しましょうか。野中さん、デデン同じ場所にただいるわ。嘘だ。本当の企画はこちら、電車しりとり。はい、もうこんなものはね、もうこんなものは必要ありません。何だったんだろう他のゲームも何も、あそこにはハスプシしか入ってないです、はい、僕さっきから自分の手に持ったくじしか引いてないですよ。なんと、そんなマジシャンみたいなマジシャン欲しいな。やってねえよ。はい、ということで僕の手に今持たれてるのは、スイカ、パスモ。なんすか野中さん、野中美智子って名前入ってんじゃん。ここに今、お一人ずつ、3000円のチャージがされておりますので、すごい、皆さんが今実際に挙げた駅名にこれから行きます。あらちょっと、もう挙げちゃったからね。もう挙げちゃったから、修正で地下鉄。なんで君さ、僕らと TV ってさ、今ここ池袋で撮ってるのさ、なんで池袋言わないの。ちょっと待って、今池袋だよ。池袋って言わせたいがためにいない。池袋って言ったらめっちゃ良かったじゃん。すぐそこなんです。池橋。
飯田橋に行きます。はい、これから皆さん、いいから行こう。いいですか。時間ケツがあるから今日、ケツがあるから。うるさいから。はい。ケツに国会スレッド入ってる。余計なところに気づいて。でもね、水分補給せない。まあ、とりあえずしりとりのルールは、運がついちゃいけない。はい。はい、ということで、ただいまね、池袋駅にいます。はい、飯田橋はね、飯田橋は地下鉄で行けますので、池袋から、有楽町線の1本ですね。それでは、3000円入ったこのパスも、はい、皆さんに持っていただいて、いいですか、ちょっとポイントですよ、ここから。3000円を超えたら、皆さんの自腹になります。かわいそうだな。あと今日ね、マリさんの仕事の都合もありますので、時間のあれがあるので、今日取り切れなかったら別日に取りますから。急ぐよ。はい。はい、飯田橋行こう。飯田橋行こう。次は飯田橋です。いやー、これやだ、このロケ。取り切れなかったら別日ですからね。結構できるな。結構自信ある。何から来るんですか。森さん、2ヶ月後ぐらいには呼ばれてるかも。なんかもうみんなでカラオケとか行けちゃうくらいやるんじゃないですか。早く着いちゃって時間入っちゃうから。時間じゃあ何その楽しそうな感じ。これロイヤルストーンズ。地味だな。ということでね、飯田橋に着いたので、そのままこのままですね、この後は、下赤塚に向かいますよ。誰が行ったんですか、下赤塚。はい、竹原さんですね。飯田橋にいるということですから、有楽町線でですね、地下鉄赤塚という駅まで行きまして、そこから徒歩で下赤塚行きますんで、それが一番近いんではないかと思いますので。はい、ね、じゃあ下赤塚に。はい、徒歩で島赤塚まで移動しますよ。なんでこんな従順なんすか。ね、ちゃうねん。あの悪魔。島赤塚駅に到着しました。はい。皆さん、パスモの残額どれぐらいになってますか。このメンバーの理由が俺見て分かった。そんなわけで、じゃあこれから、これ島赤塚に到着しましたので、遠いですよ。鎌田って言ったら誰だ。はい、ということで、頑張った。なんと1時間かかりますから、ここから。いいですか、何度も言いますけど、取り切れなかったら別日になりますから。かまたに。この距離見てください、距離。ほら。遠い。めっちゃ遠いでしょ。電車が51分ですね。51分。ちょっとなかなかね。時間がなかなかないからな。51分までさ、あと3分くらいある。本当ですか。2分言うたやろ今。バカかお前。電車発車するまでどれくらい。あと2分しない。でも電車来ちゃったから向こう出ても映んない。出た。カメラには頭に。来ても何往復できるから。あと1分半。もう一回いける、もう一回いける、もう一回いける。まだ電車がいるから。やらせてる。いじめよ。あ、来た来た。かわいそうなだけ。あ、来た。来た。もう一回行ける。出る。いける。出た。もう電車来てる。一応カバン持ってた。それ奪われたら彼もう何もできないんじゃない。来た。あー、電車。
伝説を作ったよ伝説を作ったよ、これ最後、ほら、おい、かわいそうだろめっちゃ死んだよ それもうあげる俺もいらない何の挑戦だったのそんなわけでじゃあね何の目的もないから蒲田についてあげるですが蒲田の次はタマチなんでねこれでもナイスだったねタマタとタマチは近いからタマチ近いそうタマチは近かったねタマタからタマチは近いから何食べてんすか仕事中やぞ朝からみんな何も食べてなくてねほとんどの人が腹すいてた今日非常にね時間がないのでねこのそうだね本当ならねまあ、まあ、食べたいと思うグルメ入ってきてる食べるしかないですね本当だ何好きは今なの絶対許すなや許すなや2周目ね余裕じゃないですか田町ですがここで田町からどこ行くんだってあなたなんて言ったのなんつったんだよねうわー地下鉄なります最悪ですよさっきいたね地下鉄下赤塚下赤塚の隣の駅ですよえ戻ります本当に戻る行きましょう行くよ行くよ行くよ次は駅です。お出口は右側です。めっちゃテンション下がってる。普通女性に譲るよな。そしては。女子3人立たせて楽しく。徒歩で地下鉄になります。向かいますよ。はい、ということで地下鉄なりません、ね、人着しました。長かったね、遠かったんだよ。くもまあ地下鉄なりますなんか言ったよ、本当に2周目で地下鉄なりますから、これから水天宮まで、これも遠いんだよ。どこなの水天宮、はい、もう休憩しないから、休憩なしです。ちょっと火に当たりたい。ダメです、はい。仕事中や。片方の耳に思いっきり息吹き込むと一発で鼓膜が破けるだって。次はもうカメラ止まってるよ。動いてんじゃないか。動いてんじゃなかったか。はい、ということで水天宮前に着きました。エコダに向かいます。あの電車がねもう来るからすぐ行こう。ちょっと疲れてきたでしょ。みんな全然そんなことない。そうだけやな。もうすぐだね、池袋ね。はい、新大塚で行きたいと思います。疲れた竹山。ちょっとね、でもまだまだ。まだ気を取ってやんねえ。何か疲れました。全部が止まります。そうだよ ね、 ね、 そうだよね。やっぱ団結力が大事だからさ、ね、こうやってみんなでさ、みんなでね、電車で立ってさ、そうやってやってさ
ちょっと気にした顔してる。めっちゃ冷たかった。はい、ね、7駅目ですね。遠かったですね。10時に集まって、10時50分ぐらいに電車を乗ったこの企画なんですけど、それからもうね、5時間が経ちました。5時間経ちました。もうね、5時間ずっと電車に乗りっぱなしだから、もう疲れちゃって。バカみたい。はい。竹橋行きます。竹橋行きます。池袋戻って、丸の内線、あ、そうだ。パスモの残額どうでした？930円。いよいよ来てるね。いよいよ来てるね。1000円来たよ。とりあえず外に出たいんです。ねえ、ちょっと待って。マリンさん、ダメです。ダメです。厳しいよ。外に出たいの。キビコ。キビコ。ミチコだよ。はい、行きますよ。はい、行く。あの4時の電車乗る。やら。はい、行く。4時まであと多くない？なんか多くない？え、でもしんどいね、本当にここまでしんどいと思わんと、スタジオのお客さんたちがこれでちょっとでも笑ってくれたらいい。嬉しいね。そんな気持ちで私たち今ここに立ってる。おー、何今のキラキラ、何だ、かっこいいの、かっこいいよ、仲いいな。仲良しましたよ。お、こんなことないの。カラオケ。こちら。まあ、とりあえずしりとりのルールは、うがついちゃいけない。はい。そうだった。はい、ということで竹橋駅に着きました。はい、ね、電車しりとりというこの企画、大岡拓也くんがね、僕ら .tv の E から始めまして、はい、飯田橋から始まって下赤塚、蒲田、これ大変でしたね。蒲田遠かったね。はい、で田町、ここはまあね、はい、で地下鉄になります。最悪でした。そして水天宮前、これも大変つらかった。で栄光だ。もうね、丸の内線何回か乗ったんだろうね。そしてここ竹橋ということで、ね、いやいや竹橋、そう、乗ってよりだいぶね、巻きましたよ。まあね、でもね、一応この企画はですね、10時50分ぐらいからまあ電車に乗ってね、5時間ぐらい電車に乗ってたのかな、6時間近くですね。6時間近く電車に乗ってこの竹橋駅までたどり着きました。はい、ということでね、マリンさんの竹橋まで終わりましたので、3周目大賀くんということになりますね。竹橋、ノラさん、企画名何でしたっけ？いいよ、だから電車しりとり。電車しりとり。はい。あの、マクドナルドでも確認しましたけど、しりとりのルールって、まあ基本、運がついちゃいけない。運がついちゃいけない。はい。そして、まあ基本、運がついたら終わり。終わり。まさか。だからこのしりとりは、まだ終わってないじゃないですか。うわぁ、懐かしいよ、この感覚。マジで？ぶっ壊れた、ぶっ壊れた。これね、これね、あなた方がしっかり僕ラジオを聞いていれば、もっと早い段階で気づけたはずですよ。僕ラジオも同じことやってるんだから。お前やで。うんが。なんで聞いてないんですか、僕らにメンバーの。あなた方は。沖野のハイカララーメンを聞いてないんですか。おい、やめろ。ハイカララーメン持ち上げるのやめろ。時間ないんですよ。だから言ってるじゃないですか、ずっと時間がないって。うがついたら、その人は罰ゲームですよ。死ぬ。はい、というわけで、以上、VTR 企画でした。いやー、過酷だ、過酷。やばいよ、鬼だよ。えぐい、えぐい。もう、だって、巧妙なんだもん。
今の見てもらって分かると思うんですけど、まあ、一周じゃ収まりきらなかったということで、二周ぶち抜きでやらさせていただきます。まあ、二周というか、僕らドット TV は一月に一回ですから。そう、間違えた、間違えた。来月に続くという形ですね。来月ですね。はい。怖いなぁ。お前ラジオ聞けや。そうだな、俺らの。あの後ちゃんと、あの後ちゃんと聞きました。なんで後なんだ。あ、じゃあもうハイカララーメンも聞いたんだ。あ、聞きました。聞いた、あの、魔法の発言。聞いた。じゃあ気になる方は、ぜひ、僕らちの方を聞いていただいて、ね。僕らちの方も、はい、ね。ホームページからバックナンバーが聞けますので、はい。見れますんでね。はい。ぜひそちらの方。はい、というわけで、あの、来月もこちらの方続きますので。これちょっとね。来月はね、オーガ君もちゃんといると思いますけど。そうですね、ここに向けるので、はい、オーガさんに話聞きたいと思います。そうですね。はい。3往復した感想を聞きたいです。そうですね。はい、怖えなもう。はい、じゃあ時間も時間なんでね。そうですね、はい、はい。まあまあまあ、ちょっとあんな感じのね、ロケがありましたということで。そうそうそう。まあ、今日ね、ゲスト様で来ていただいているお三方は、今度5月末にある、さよならの歌という僕ら談義のお芝居に出ていただくということで、はい、ちょっとそんなような告知もこの後いろいろし、皆さんでね、ちょっとやっていきたいなと思うんですけれども、はい、せっかくなのでゲスト様を踏まえたじゃない、含めた、はい。一緒にね。そう、一緒になんかみんなで、ちょっとゲームなんかをしたらいいんじゃないかなと、バラエティ番組でやっゲーム企画いいですか、いいですか、喜ばしくないんだよ。喜ばしくないだろ、絶対。いいですだよ。バラエティ番組ですからね。はい。いや。堀越さんとかはどうですか、ゲームとか割と好きですか。ゲーム大好きです。なんか不潔そうな顔してる人がいる。まあちょっとここ最近ゲームをやるたびになんかちょっと大変なことが起こってる。なかなか大変だね。ちょっとそれは予感してるんじゃないかなと。予感はありますけどね。この前の帰り俺3時間くらいここが。いや、やばかったです。わかる。前回はからし入りのシュークリームを食べたんですけど。あいつがチューブ半分ぐらい入れっから。なくなってたもんね、一本。買いに行ったんだ。最悪やじゃん。はい。まあ今日はまああれですよ。まあ一応ね、普通のゲームというかね。はい、まあ、ちゃんと、決めどころ来てるんだから。そう。そう、なんかね、ずっとやってんだよ、堀越さんとかね、そんなね、からし入りのシュークリームを食べさせるわけにはいきませんから。そうですよ。はい。ね、クイズを今日はやろうかなと思って。クイズ？はい。その名も企画名、正解者を当てろ。クイズダービー方式二度デマクイズとですね。二度デマクイズ。なんで二度デマ、はい、いいですか、はい、これもですね、なんとなく僕らちとかでもやってたんですけれども、はいはい、これから、チームを作るんですけれども、はい、そのチームに僕がこれから出す問題に答えていただきたいなと。はい。なんですけれども、その、問題を答える人と、実際に正解をこう当てる人がちょっと別というか、まあ、堀越さんと木本さんにはですね、はいはい、誰が書いた答えが合ってるかを当てていただきたいと。なるほどね。はい。当てる側ね。そう。僕がこれから出す問題に堀越さんと木本さんは直接答えるのではなく、はい。はい。これからチームを組みますので、そのチームごとで、どのチームが当ててるんじゃないか。ちょっと待って。ゲスト3人ですよね、今日。落ち着け。これにはね、そう、松井くん、理由があるんですよ、松井くん。ね、これから僕チーム作るんですけれども、そのチームの人たちは僕が出す問題に答えていただきたいんですけれども、やっぱり、堀越さんとか木本さんは正解者を当てたいわけだから、正解者が中にいなきゃいけないじゃないですか。そうですね。だからやっぱり緊張感が漂うんですよね。緊張感ありますよ、はい。これは緊張感漂うんですよ、やっぱり。だから外した場合は、それなりの、やっぱりペナルティーが。出たー。必要かなと。ペナルティーというなのね。だから松井くんはですね、なんでちょっと納得してんすか。ゲスト枠なんだけれども、まあやっぱりその、なんでしょうね。まあ、ペナルティ受けられるだけのね、あれがあるじゃないですか。心構えはできてるでしょ。逆にもうありがとうございます。逆にね。まさかね、だって堀越さんと木本さんにですね、あんなものを食べさせるわけにはいかない。メンバーだったらいいのか。メンバーだったらいいのか。おい、野中美智子もいいのか、それ。おいおいおい。何度も言うぞ、芸人じゃねえか。俳優たちやから。では、これからまず、チーム分けを発表したいと思います。はい、堀越さんと木本さんは、そのチーム名、どこが当たってるかを、はいはい、正解していただいて、当たったところによって点数が入っていくみたいなシステム。これからちょっと説明したいと思います。はい、まずは、チームを、はい、紹介していただきます。重要だよ、重要だよ、バカと一緒になるとやばい。あ、ちょっと、そうだ、バカはね、バカはね、まず、まずですね、メインパーソナリティチーム、はい。メインパーソナリティチーム、そうです。おき、おきのやったチームです。いやいやいや、バカとやんの、バカと。はい。おきの中チーム。それから、そして、竹井
石くんと松井くんで組んでいたのか。はい、こちら松井氏チーム。何チーム？松井氏チーム。片方イケメンチーム。片方イケメンのチームじゃねえじゃねえか。大学生。大学生した。やった。残りのお二人はね、ちゃんと名前で言いたいと思います。竹花肉田チーム。あ、内田チーム。やめろよ、やめろよ。漢字でしか分かりづらいこと。芸人チームです、ね。なんでだよ。では皆様そのチームごとにこれから、はい、あのホワイトボードを持っていただいて、はい、そこにあの、はい、堀越さんと木本さんにはあの見えないようにあの答えを書いていただきたい。はい。あ、じゃあ二人には見えちゃいけないですね。はい、で、あの堀越さん木本さん、はい、あのですね、どのチームを指名しても点数が同じではなく、ちょっと最初に差をつけました。というのはですね、コロナ禍で明らかに沖野中チームだけですね、ちょっと頭が悪い。おい！まあ、まあ、あの過去の実績を見ても明白かなと。私テスト受けてないですよ。早く座って早く座ってもう頭悪いんだよ。竹石くんと松井くんはね、だって竹石くんはねちゃんとテスト点取れてたし、あの松井くんはねこう見ても大学生ですから。そうそうそう。大学生だ。でまあ竹花はテスト上位だったし、まあ内田はまあ竹花がいるから大丈夫だ。何それ。デブだからデブだから。ということでこれから僕があの答えるもん出す問題に対してチームを指名していただくんですけれども、あの竹花内田チーム、あとそれから松井氏チームですね。あの松井氏チームは当たっても10ポイントなんですけど、なんと沖野中チームの場合指名して当たったらなんと倍20ポイント。それでは。まず第1問目の問題をこれから見ていただこうと思いますが、この、はい、大丈夫ですか？この問題なんですけれども、はい、さよならの歌という、はい、今回のさよならの歌にちなむ問題を、今、うちのアシスタント、大友からですね、はい、影から、ね、野中さんに渡していただきました。新メンバー大友。おしゃれなアシスタント。はい、これどっちが答えてもっていうのは最初に決めといた方がいいですよね。これ見てから決めれるんですか？どっちが答えそうですね、あの、大丈夫です。あの、二人で協力してもらって大丈夫です。はい、いいの？いや、それも沖野中チームは、あの、二人で協力した方がいいでしょう。なんだいつもね。はい、あの、皆さん二人で協力してください。はい。では、第1問目野中さん発表してください。はい、第1問目こちら。さよならを中国語で言うと。はい。シェイシェイしかわかんない。そうなんだよ。野中さん、それ。オッケー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 。本当に？では、これから、あの、皆さんもうちょっと考え出してもらって大丈夫です。そのさよならを中国語で言うとっていうのを書いてもらって。じゃあシンキングタイムスタートしていいですか？はい、シンキングタイムスタートしていただいていいんですが、ちょっとこれから一つ物を届けます。違うわ、違うわ。消して消してくれ。そういう感じじゃない。でもこんな感じね、精神的に。聞いたことあるでしょ？そうそう。あ、聞いたことある。聞いたことあるでしょ？聞いたことある。待って、いいよ。これだけ、これ、何なん？これだけ渡されて何なん？ちょっととりあえずそれ置いていただいていいですか？いいですか？今そこにですね、食べ物を一つ届けました。これからですね、皆さん、3チーム答えていただきますが、あの、単純に指名されようかされまいが、外したチームは、それを食べていただきます。まあ、なんかね、あの、メキシカンチップみたいな、なんかあの、なんていうんですか、これなんかチリ、まあ、あの、お菓子なんですけど、ちょっと真ん中にですね、くそ！だってさっきまで汗かいたね、あれ食べて。僕はシミュレーションしないわけにいかないので、ちょっと食べましたけど、まあ、偉いことになりましたね。そちら、はい、そうです。チップにですね、こちら。めっちゃ臭い、やばいやばい。何これ何これ。世界一辛い調味料、デスソースを塗ってみました。ふざけんなよ。やだー。食えねえぞ、辛いの。わさびも食えねえんだから。でも、あの、チーム制ですから、二人のうちどっちが食べても大丈夫。なんだなんだ。お願いします。さっき謎に汗かいてたんだよ。あ、でもまだ間違ってるのは関係ないから。そうだよ。女性との国は不利でしょ。では。いや、俺ら大丈夫。いや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 、一応、その辺はね、大丈夫。大丈夫な判断してますけど。女性といえどってやつですよ。では、堀越さん、木本さん、もう、あの、答え書けました？はい。答え書けました。堀越さん、木本さん、じゃあ、どのチームを指名するかをちょっと決めていただきましょうか。自信ある、自信ある、自信ある。はい、堀越さんから。早くていいんだから。そうそうそう。あ、あの、お二人で、あの、お二人それぞれの対戦ですからね、ここ一応相談し合ってましたけど。対戦なんだ。あ、そうなんだ。あの、お二人は一応対戦してますから。はい。チームだと思う。チームじゃないです。はい。じゃあ、堀越さんから先にどうぞ。はい。ふとだ。はい。ふとだ？あ、戸田さん、内田さんですね、ギリギリ。俺のこと言ってんすか？内田。わかんなかったわ、ほんとに。内田竹原チームということで。はい。木本さんどこにしますか？私は、木本さん。
中国語わかりそうなね、ところが。大学生がいるんだから。だいぶいいよ。そうそうそう。俺らちょっと、じゃあ、ゴロさんと。おー。ほら。おーだおーだって言うと20ポイントですよ。これはいいよ。いけます。では、じゃあ、まずじゃあ、どこにも示されなかった、人気のない沖の中チームからちょっと答えを見せていただきましょうか。はい、いきます。こちら、ドン。ザイチェン。マジで？え？大ちゃん、再会と書いて大ちゃいちゃい。また寝てまた寝てきた感じするねそれ。だって俺いや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 。これ沖野さんが答えました。ではマジですか？先にじゃあ竹花内田チームちょっと開けていただきましょうか。当てにいっちゃっていいですか？はい、はい、開けてください。間違いないですよ。はい、はい、どうぞ。せーの、サイチェン。あ、ジュニオレチェン。はい、ではあれ。ではここで先に答えを持っていきましょう。竹花さん、どっち？はい、答え、はい、出しちゃってください野中さん、はい、答えは、はい、はい、あ、見る再開じゃありません、再び見ると書いて、これは再戦、再戦とか在戦とか、まあそっちですよ。でも再開だからダメだ。いや、ちょっと待って、これはこれはなんだよ、これはこれはこれ日本じゃん、日本。いやいやいや、でもちょっと会話あ、優しいな、俺ら優しい。では、ちょっと竹石、松井チームちょっと上げていただきましょうか。いや、木本さん、ほんとに信じてくれてありがとうございます。はい、もう何？いいですか？何何何？バイバイ。やだー、今日じゃーもうやだー、はい、こんなんじゃねえかんの。くんぺー、面白い。分かってよ、そんなの。面白いよ。大学生使えない。超バカじゃん。ほんとにわかんない。大学生使えない。ほんとに分かんないよ。じゃあ、竹花太田チームを、あ、内田チームを指名した堀越さんは正解という。サイチェンは、サイチェンはいいです。サイチェンはいいです。まぁ、ちょっとそうだね。あ、じゃあ、まぁ、一応ね、サイチェンっていうやつはちょっと合ってるけど、まぁ、再開が間違ってるから、そこのチームはじゃあ、どっちか一人が食べればいい。え、二人食べんの？二人？なんか当初のルールだと。いいよ、いいよ。冴えてるよ。大丈夫です。じゃあ、何ですか、大丈夫ですって、僕根拠のないこと言いましたけど食べてもらっていいですか。罰ゲーム食べないといけないってことなんですね。そうだね。え、どっちも食べるの。ぼちゃん、これも2人して食べて、2人で食べようって感じ。辛そう。2人して食べて。何がバイバイ。1個余る。頑張れ。え、これ面白いです。ちょっとバイバイ言ってね。面白い。面白くたね。考えた俺じゃないんだけど。え、どうします。私食べる。これあと1枚。ダメです、食べて。色やばいよ。どっちか、はい。食べて。いやいや、ちょっと無線。ちょっと匂い一回、行こう。滑るかけていき。食べよう。私が食べますよ。うわ、おぉ、ほかほらしい、ほかほらしいぞ。うわ、匂いかけって、これ。え、めちゃくさいっしょ。うわでしょ、めちゃくさいんだって。うわ、食べよう、食べて。やばい。3、2、1、はい。おぉ、おぉ、あ、美味しいじゃん。うまい。あっ、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 喉が、体がダメっつってる、これは。うわ、なんで？よだれ半端な。これ、辛党なんで。待ってよ、辛党。待ってよ。殺したよ。そうだ、誰だ呼んだの。牛乳用意してます。飲む牛乳欲しいと思って。で、牛乳俺は普通に。牛乳。ちょっと、ちょっと。水取りに来たらマイクに頭ぶつけちゃって。いや、水だと逆に危険だから牛乳飲んだ方がいい。牛乳してるよ。浸せ。うわ、やば、これ。え、これ牛乳にもなんか辛いの入ってるんですか？え、これ当初の企画では、牛乳と見せかけたなんか豆乳とかですね。カルピスを詰めたやつにしようかと思ったんですけど、あまりに危険なのでやめました。ちょ、待って。さすがにね。やばい。みっちゃんが臭い。みっちゃんが臭くなっちゃう。ほら、絶対なんか入ってんだよ、牛乳に。え、ちょっと辛いんですよ。入ってない。そういう男だよ、あの人は。怖い。信用されてないな。なんだそれ。牛乳では間違いない。回復しないっす。牛乳回復しないっす。俺が牛乳じゃなかったとしたらファミリーマートが悪いよ。やばい。じゃあ続きまして第2問。第2問いきたいと思います。まず皆様、第2問こちらの曲を聴いてください。すごいっすね、この曲。何？何？流れますかね？出ますか？誰？
ガチじゃん、みっちゃん。みっちゃんガチだよ。みっちゃんガチだね。涙目だもん、みっちゃん。めっちゃ浸してるやん。あ、今出てますね。はい、こちらですね。お、聞いたことある。あ、聞いたことある。これは、世界一綺麗な曲と言われる、別れの曲という曲でございます。まさにさよならの歌がね、さよならということでございますので。それでは、問題を、聞いていただきたいんですが、この、別れの曲、作曲したのは、かの有名な、誰でしょう、誰だこれ、吹奏楽部行け、吹奏楽部。はい、答え書いてください。別れの曲の作曲家は、ちゃんと喋る。やばいよ、マジ変わらない、はい、別れの曲の作曲家答えてください。小倉さん、分かるでしょ、簡単でしょ、分かるでしょ、え、ほんと、これ簡単ですよね、簡単簡単、これはまあ簡単です、確かに、音楽はね、これは逆に当てやすい、この二人は多分知らない、いや、大丈夫、全然余裕、音楽やってますね。いやでも堀越さん、あれ誰隣にいるね、あの松井武史チームはさっきバイバイって書いたチームですから、そう、信用ない、あんまり信用しない方がいいです、いや、あそこら辺じゃないの、それこそさ、カツラの人たちとかさ、カツラってなんだよ、この辺カツラの人たち、チゲやん、チゲか、誰がカツラやん、では、お二人、じゃあちょっと指名するチームを決めていただきたいと思います、では堀越さん、はい、はい、どこにしますか、あ、ちなみにさっき間違えたチームは10ポイントずつ点が加算されることになってまして、今度は松井武史を指名して当たった場合20ポイント、沖の中チームを指名して当たるとあと一気に30ポイント、何なんだよそれ、竹鼻内田君チームはさっき当たったので10ポイントのままということで、今堀越さんが10ポイント、木本さん0ポイントで堀越さんがリードしてます、はい、その間にゲームチーム飲んだんだ、では堀越さん、はい、私は沖の中チームに、おお、急に勝負に構わなかった、あざーす、じゃあ木本さんどうしますか、ゆうも沖の中チーム、おい俺ら俺ら、あ、吹奏楽部だよ、吹奏楽部、でも待ってくれ、本当だけど、ちょっと待ってくれ、何部すか、何部すか、サッカー部だよ、勝てねえ、俺もサッカー部、絶対勝てねえ、はい、沖の中チームにします、2人ともじゃ沖の中チーム、おいおいおい、信用しちゃって大丈夫ですか、じゃあ、指名されなかった竹鼻内田チームから答えてもらいましょう、でもそのね、パッと思い浮かぶ名前ではなかった気がする、いや、どうぞどうぞ、はい、ドビュッシー危ない、よかった、選ばなくてまあこの堀越さんのリアクションで分かると思いますが、ドビュッシーではありません、ドビュッシーじゃない、最初ドエトフスキーでできたもんだってそれドストエフスキーでしょドストエフスキー音楽家じゃないから、頑張んなくて大丈夫っす、はい、では、ここも指名されま、指名って言っちゃいましたここも指名されませんでした、松井武史チーム、答えを出してください、はい、ドンと言っちゃって、ドンと、はい、ドンと言っちゃって、いや、マジで危ねえ、危ねえ、お前さ、ジョーさんの蝶ぐらい感じで勝てよ、ちょっと難しいじゃん、日本一の人だぞ、譲る的なでしょ、それでは、最後に沖の中チーム開けていただきましょう、出しちゃって、ダン、チャイコフスキー、何とか好きだノリさんだ、みんな何とか好きだね、これはノリさんびっくりした、堀越さんから、堀越さんから正解発表していただきましょう、はい、正解こちら、正解はショパン、ショパンです、別れのショパン、知ってた、知ってた、誰だろう、初の字も出てこない、知ってたよ、ドビュッシーっているんですか、ドビュッシーって、もうドビュッシーはいます、ドビュッシーもピアノで有名な人ですよ、ちょっとふくよかなね、ウッチーさんみたいな、まあどうでもいいけど全チームが外したというね、ちょっと想定外なんですけれども、とりあえずデスソース食べてもらって、はい、頑張ってください、はい、食べてください、うちらは二人とも食べるってことですか、そう、何個ありますか、次は当てる、4個、これを食べる、まあ基本的には1チーム1つで大丈夫なんですけど、あ、じゃあ、チーム1つ、じゃあ私が行くわ、僕ら当てる、マジか、みちゃん、うち辛いの苦手だっていうの、わさび食えねえから、あ、そうでしょ、わさびじゃないし、おっきいさん行くんすね、勝負に出ましたね、一番乗ってるの選びましたよ、あれ1個余っちゃうよ、いや、お前ら食べる、やべえやべえ、ここ2人、はい、じゃあ食べちゃっていきましょう、3、2、1、はい、1人食べなくていいんだよ、1人でいいんだよ、1人でいいんだよ、3、2、1、はい、食べて、なんで俺は勝てんだよ、ああ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 あ
いや、これやばいってもう内田君、テレビだからあのカメラに映る場所に行ってもらっていいですか。位置取りが悪い。うちはね、うちかっぱ寿司でかっぱ寿司でわさび抜き頼む人ですけど、うちはちょっと大事なこと言いますね。あと2問ぐらい用意してたんですけど、時間終わりなんで、えここで終わります。ということで、堀越さんの勝ちということで、おめでとうございます。あの、はい、堀越さん商品その牛乳なんです。それ牛乳飲んじゃってます。はい、牛乳飲んじゃってます。あ、それ、あの商品です。おめでとうございます、これ。おめでとうございます、はい。ちょい、やばいって、のりさんにこんな周知しちゃダメだって。いや、普通の牛乳よ。普通の牛乳だ。よかったですね。そんなのに何の牛乳だったんだね。皆さんあの牛乳なんか飲ませてやばい、この皆さん、あの番組あと3分で終わるんで、あのさよならの歌の告知を始めてもらっていいですか。あの後ろの人たちもう多分ダメなんで、前の人たちでお願いします。はいはい、まあ告知を始めてください。はい、こんな賑やかな仲良しなメンバー、僕ら談義の皆さんと私たちゲストも入りながら、はい、さよならの歌という舞台公演を5月30日から6月2日まで品川でやっています。ぜひ見に来てください。お願いします。品川の立候補ホールでございます。はい、立候補ホールという会場でやってます。で、野中さんも告知あるんですね。はい、野中も告知あります。明日と5月6日に、明日は新木場で、5月3日後楽園ホールで、リンガアナウンサーやらさせてもらいますので、そちらフルリンガアナウンサーなので、よかったら見に来てください。5月の11から12まで北沢タウンホールティアーズの自由上出演という形で舞台に出させていただきます。こちら沖野さんがね、縦指導入っていただいております。はい、そして5月18日、夜の7時からアッシュライブということで、事務所ライブ御苑サウンドの方でやりますので、よかったらいろいろホームページチェックしてください。野中道子のオフィシャルウェブサイトができましてですね、そちらの方おかわりもらっていいですか。いろいろ出てきますので、よろしくお願いします。はい、そして次のですね、僕ら、あ、皆さん告知ありますか。ないです。木本さんね、はい、どんな感じですか、さよならの歌は。さよならの歌はなんかすごく別れと雨と見て時間がキーワードになっていて、なんか本当にワクワクするお話なんですよ。チケット発売日、あと3日、チケット発売日、チケット発売日、チケット発売日あと3日です。28日、28日、日曜日、日曜日です。正午に、正午、やばいって、来てくれ、来てくれ、何も伝わんない、伝わんないから、汗かいてっけど、あんま伝わんねえから。はい、というわけで、僕らドット TV 自体はですね、次回は5月の23日にお送りしますので、はい、ゲスト様はまだ未定なんですけども。そうですね、はい。あ、でももう、はい、本当にこれもですね、すごい、直前、さよならの歌直前ということで、また、さよならの歌にゲスト出演してくださる方をお呼びして、はい、お送りすると思いますので、ぜひ、はい、ぜひ、またよろしくお願いします。お待ちしております。はい、おー、今来た。喉に。今、来た。知らねえ。今日、なんか言った方がいいんじゃないですか、メインパーソナリティ。あ、そうだよ、最後。ですね、ちょっとね、立候補会に向けてのね、そうですね、意気込みを。僕らなんですよ、しはね、ものすごく、今までに比べて、だいぶ、声が広がった感じになるんじゃないですかね。全然聞こえない。我々も、頑張ります。ね、フルパワーでやりますので、ぜひ、お客様、それで、お待ちしております。お願いします。僕ら談義。